ーカス、警官から手に入れたメールを見て。クリプトグラム？ガキの頃夢中だった。懐かしいな。まだ覚えてるか？この件で警察を出し抜けたら最高だ。フォロワーの食いつきも良さそうだね。そいつが手に入ったらできるだけやってみよう。なあ、そのこの辺りでクリプトグラムを見なかったか？面白い作戦だ。レイ、どうだ？なんてこった。これ見覚えがあるぞ。解けそうか？すぐは無理だ。時間がかかる。他にも情報があれば助かる。キーはあるか？探しとく。まずい。警察はプライムエイトと手を組んでる。警察は何も分かってないね。プライムエイトの奴らに手柄は渡さない。奴らが何を知ってるか調べてみる。誰かからのメッセージだと思ってる。誰だ？教えてくれない。私じゃ理解できないからって。そうあたりでやってるだけだ。かなり時間がかかる。データ基地が必要だね。データ基地？そう。今の聞いた？誰か聞いてるの？誰かサンフランシスコのデータ拠点を知ってるか？新しいデータクランチ技術を導入した石油精製所がある。確かガリレイのだ。生成所にスーパーコンピューター？マーカス、そいつの処理能力が使えればこんなクリプトグラムクソするより早く片付くぞ。別の方法を見つけないと。
さて、アクセスポイントは自分で見つけよう。よし、レイ、雷に備えろ。雷を感じたか？ああ、美しかった。終わったぞ。もう解いたのか？よし、みんな警察を出し抜いたぞ。位置情報がいくつか、あとメッセージもついてこいとな。冗談が好きらしい。位置をくれ。ああ、まともな話とは思えんな。忠告ありがとうよ、パパ。ゾディアックキラー復活？そんなはずない。ゾディアックが暴れていた頃、俺は10代だった。生きてるとすれば70は過ぎてる。誰だろうが、奴は人殺しだ。そして挑戦されてる。どう思う、レイ？おい、待て。届いた。クソ野郎を見つけろ、マークス。ゾディアックがいた頃はどうだった？初めてゾディアックキラーを知ったのは10歳の時だった。アップステートニューヨークでもイカレ野郎と思われていたな。それが俺たちの追う男か？いや、これはゾディアックじゃない。奴じゃない。Thank you.
クリプトグラムを送る。まったく、データ拠点があってもますます時間がかかる。よし、また位置情報だ。まただレイ。くそ、頼む、しっかりしろ。コンピューターが限界に来てる。くそ、 PC がイカれた。別のを使え。無駄だ、データ拠点への接続が切れた。まあどうせ役に立たなかったかな。ねえ、インバイトで誰を見つけたと思う？さあ、これはゾディアックの生命だ。気の合う者が私のことを皆から隠している。彼の頭に穴を開けよう。私は12人以上殺した。次の標的は定まった。殺人マシンはすでに完成している。アカウントから探せないか？面倒だね、無数のプロキシを経由してる。どこにいてもおかしくない。ゾディアックのことでインバイト中が大騒ぎだよ。みんな正体を暴こうとしてる。陰謀説まで出てた。1年生上院議員が否定してた。正体を暴いてやる、追及して。くそ、新しい音声ファイルがアップされた。これはゾディアックの声明だ。次の殺しを見物させてやるため気の合う者を待っている。爆弾を使おう。それで元気が出そうだ。気の合う友とは多くの共通点がある。二人ともレトロだ。冗談だろ。レトロって俺のことか？どうして知ってる？余計な心配はしないで、とにかく塔の一番上まで行って。これで電力が手に入る。そう簡単じゃない、もっと軸が必要だよ。また登れってか？言ったでしょ。入れるぞ。騎士のバイパスに時間がかかる。ちょっと待ってて。
つの GPS を捉えた。受け取った。アルカトラズにいるね。アルカトラズ？何してんだ。待ってるんだ。そんな、正体不明のままかよ。でも奴を止めた、それは確か。その通りだ、アミゴ。お前に見つかったから死んだんだ。よくやった。言っとくけど、変人と気が合うのは俺じゃない。解いたのはお前たちだからな。いいのよ、気にやまないで。